というわけでドン、今回の特別ゲストは本日はよろしくお願いいたします。ドン。よろしくお願いいたします。なんで我孫子に文人が集まったんですか？だから言語学上非常に大事な年代に広島に1年間住んだために日本がおかしいのよ、うん、